東京都中小企業団体中央会の皆様、参議院議員の朝日健太郎でございます。未だコロナで厳しい環境にある中小企業の皆様に対しまして、資金繰り支援、またテレワークの環境整備に対する補助事業を前に進めてまいります。